着いた。100円ちょっと。100円ちょっと。お帰り。めっちゃ照れてます。おはようございます皆さん。今日は僕がカンボジアでできた先輩、タクムさん。タクムさん美容師をしてる方で、そのタクムさんに超ドローカルっすわ。今日はもうローカルだね。もうすぐそこにあるけど。道端にあるカンボジアのドローカルな朝飯連れてってもらう。今7時15分ぐらい。早いね。早いっすよ。早い。マジ眠い。早速ちょっとカンボジアっぽい。この汚いところ。そう、この汚い感じ。ちょっと街中とかめっちゃ汚いから、何か気になることあればコメントください。結構ビルとかも多い。これとか。ちっちゃい子がバイク乗ってる。で、ここが店。着いた。何がうまいっすかね。ご飯か麺か。あ、米で。僕は米料理。すごい。あ、どうも。おじじチキン。マジドローカル。なんかちょっと朝からテンション上がっちゃってる俺。たくめさんはもう慣れてるから普通だ。なんかスープ、カココクコクっていうスープですか。もうできるらしい。麺だとこれ100円ちょっと。100円ちょっと、うん、安っ。カンボジアでは食べる前に食器を拭きます。拭きます。汚いからね。確かに汚い。洗ってる水が汚いですよ、うん、いただきます。どうすか、食い慣れた味は。ガーニュー。うまい。うん、うまい。うまい。確かになんかローカル感強いわ。なんかこんな感じでいっぱい調味料置いてある。こっちが醤油らしい。これはちょっとわかんない。チリソースだ。YouTube のこんな感じ。豚と卵で100円ちょっと。おいしい。いってらっしゃい。125cc までが免許がいらないから、今みたいにちっちゃい子も乗っても別に問題ないっていうか違法じゃない。だからほんとバイクが多い。それをまた今度紹介します。遊びに来たらこういうとこ連れてきます。めっちゃ雑。みんなめちゃくちゃ優しい。言葉通じないけど俺わかんないけど。お、来た。帰ってきた。おかえり。おかえり。めっちゃ照れてます。かわいいです。ごちそうさまです。これは多分合わない人いないと思う。日本人基本好きだね。うん、これ好きっすよね、うん、この味は。ローカル食べれない人でも食べれる。いけそう。外れがない味っすね、これ、うん、どあたりもなければ外れもない味。超うまいわけでもないけど。よし、行きます。ワン、ソークライス。おいまん。おいまん。5000リエルらしいです。カンボジアはドルとリエルっていう現地通貨が混在してて混ざってるからちょっとね、そこがややこしいんだけど。バイバイ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 。めっちゃいい人みんな。1ドルコーヒー。1ドルコーヒー常連だからこれ通じる。やば。2個。こんな感じで路上に店があるのがマジで多い。来た。こんな感じでコーヒーもらった。1ドル結構量もまあまああるし。お店の外観はこんな感じ。ローカルの情報を
先輩に教えてもらいつつ乗せてくんで、皆さんこれからもよろしく。また何か気になることあればぜひコメントください。いろいろとやっぱ見せていきたいと思ってるので、コメント待ってます。じゃあありがとうございました。バイバーイ。